富士通研究所はナノテク2009においてナノチューブとグラフェンの新しい複合構造体を紹介しました。ナノテクノロジーの代表的な材料としては炭素原子を平面上に並べた二次元的なグラフェンと、このグラフェンを丸めてワイヤー状にした一次元的なカーボンナノチューブがあります。カーボンナノチューブはこういう一次元構造を持っていますから、まあ、こういうふうに縦方向に非常に伝導がいいと。その一方こういう二次元構造のグラフェンっていうのはこう水平方向に伝導がいいと。でそれぞれ得意不得意があるわけですけど、実際この構造が組み合わさった非常にこう三次元方向に伝導性が高い材料ができるだろうと、そういうふうに考えられます。しかしながら、まあ、かつてはこういう構造を作るのは非常に難しかったと。で今回我々はですね、実は偶然あのこういうカーボンナノチューブとグラフェンが結合したような構造を発見しました。この新物質の用途としては、ナノチューブとグラフェンの特徴、特に電動の特徴を組み合わせた応用が考えられます。具体的にはですね、まあ、例えば今富士通はセリートと一緒になってカーボンナノチューブを LSI 配線に使おうとしています。でそこでですね、まあこのグラフェン、このカーボンナノチューブとグラフェンがつながった構造ですから、カーボンナノチューブ部分を縦配線に、グラフェン部分を横配線にというような応用も将来的には考えられます。あるいはそのように逆に熱を3次元に伝えるみたいな応用も考えています。あともう一ついい点はですね、これは非常に表面がフラットな構造を持っています。でフラットな構造を持っているって何がいい点かというと、普通カーボンナノチューブをこう基板状に生やすとですね、カーボンナノチューブの長さってばらつくんですね。でそういう場合ですね、他の材料を持ってきて、まあ、つなごうとするときに非常につなぎにくいんですね。でそのために例えば削ってカーボンナノチューブを高さ、カーボンナノチューブの高さを揃えたいっていうプロセスが必要になってきます。ですけどこれはですね、最初から非常に平らな表面を持っていますということで、一種材料と結合させて使うということが非常に容易であるというふうに考えております。今後富士通は個別の応用に合った合成技術を開発すると同時に、構造を自由に制御する技術にも取り組んでいく計画です。 Digging for News